じです。ちょっとまだ薄い部分もあります。また次回に入れたいと思います。こっちもちょっと、テープがボロボロで気になりますが、こんな感じで入ってます。そういえば昨日終わってからですけど、真っ黒になった手を洗ってて、うっかり顔も洗ってしまいました。少しまだ目が腫れてます。ドルマイシンも何も塗ってません。そのまま乾燥させた感じです。スーパーに買い物に行ったんですが、瞬きしたら目の下がえらいことになってしまいました。真っ黒になっててびっくりしました。時間が経っても後からどんどんインクが出てくるから気をつけてくださいね。目薬とかさして出していった方がいいと思います。夏エクをするのであれば3日4日は開けた方がいいです。すごい染みると思うので、怪我と一緒ですので。今夏エクがボロボロだったとしても、こういうコームで綺麗にまっすぐ上に解いてあげるだけで綺麗に見えます。コーティング剤で固めたらマシになります。今日はマスカラのマツエクオッケーのやつを塗るのもいいと思います。かさぶたになるとき痒くなるんですけど、忘れてて書いてしまったりしますけど、かさぶたは無理やり剥がすと色も一緒に落ちるので気をつけてくださいね。眉毛のときもそうだったんですけど、かさぶたになると痒くなります。気をつけてくださいね。3日目です。こんな感じです。まだ目が腫れてます。この粘膜まだもっと入れたい感じ。こっちも。昨日よりもテカテカ感がなくなってます。2週間目。あれから2週間が経つんですけど、毎日撮ろうと思っていたのに PC が急に壊れてしまっててんやわんやしてました。こんな感じですね。色やっぱりもうちょっと濃くしたい。この辺とか濃くしたいですね。あれから5日目ぐらいにどうしてもマツエクリペアしたくて、レッドブラウンのカラーで 0.07mm のシーカールをつけてしまったので、なのでまたそれがボロボロになってからアイラインの上はリペアします。でここにほくろがあるんですけど、これも自分で入れてます。そのやり方も次回したいと思います。話変わ
わって眉毛なんですけど、こういう感じで今ノーメイクなんで肌が汚いですけど、こういうセザンヌのアイシャドウ、これはトーンアップアイシャドウ02番ローズブラウン。ここの好きな色は全部使ったんですけど、この真ん中の色、眉毛にちょっと色が欲しいなと思うときはこんな感じで上から塗ってます。もうちょっと濃い色がいいなというときは、前にも言ったこのケイトのアイシャドウ、ケイトダークローズシャドウ OR の1、これも薄い色はアイシャドウで使ったんですけど、この一番濃い色、濃く見せたいときはこれを塗ったりしてます。アートメイクで眉の形が入っていれば、色はいろんな色に変えれます。次回はこのほくろとか、あと何やろ、髪の毛の頭皮のやり方とかやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。